はい、ということで皆さんどうもこんにちは、まるですから、今回はですね、最近ガチャばかりで大変申し訳ございません。ガチャばっかりだったよね最近ね。ちょっとこれについてちょっと話していきたいなと思って。いやー、あのね、積もる話があるんで、一旦ちょっと行きますか。一旦行きましょう。最近ね、ちょっとマジなんか本当にガチャばっかり多くて、なんか本当に大変申し訳ないというか、そうですね、ガチャ続きすぎてさすがにこれ面目ねえなと思って今ガチャ動画多分全部出終わった後に今動画回してるんですけど、そうだから緊急で動画回します。まあ、なんでこの動画を出そうかなって思った理由なんですけど、最近連日ね、僕からしたらすげえ嬉しいことに、まあ、ガチャがたくさん来てたんですよ。東京グールコラボのガチャで、暗殺教室のガチャで、最近これですね、この新しいこのスキンのガチャっていうのがたくさん来てたんですけど、あのね、ガチャが来るたびに絶対俺がやってる、その多分みんな多分見てる人だったら分かると思うんですよ。見てる人だったら分かると思うんですけど、ガチャが来るとマロの動画ってどうなるかっていうと、ガチャ来ます、武器の最終進化来ます、車とかめちゃめちゃいいのが来てたらその車とかの最終進化も来ますっていうループが入るんですよね。昔からやってることで、まあ最近始めたかって言われたら、まあもう本当に3年ぐらい多分やり続けてることなんですけど、さすがにね、3年間の中でもこんなにガチャ最終進化、ガチャ最終進化、ガチャ最終進化ってなったことがなさすぎて、さすがにここら辺でちょっと一回詫び入れとかないといけないなと思って、大変申し訳ございませんでした。あと、まあそのシリーズが好きな方からしたらとてもいいなと思うんですけども、ガチャ最終、ガチャ最終、ガチャ最終って、こいつとうとうガチャ動画しか出さへんくなったやんけっていう風にね思われる方とかもね、もうガチャ飽きたって人多分いると思ったから、今日はちょっとまあ安心安全のね、まあ喋りながら無双させていただくっていうね動画になっております。最近ね、僕はね、結構勝つシーンが多くて、多分今まだ出てない動画とかのストックもそうなんですけど、結構無双してる、まあ調子がいいんでね、ちょっとまあ今日もちょっとソロデュオでやらせていただきたいと思います。いやー、多分今まだ出てない動画とかのストックもそうなんですけど、結構無双してる、まあ調子がいいんでね、ちょっと、おいシングルでウエスト降りるってマジかよ。お前ら誰の街か知ってる？シングルのウエストって。マロの街やで。マロの街やで。お前らボコされてもしなくちゃって。なんかフラグが今ピンと立った気がするんですけど、まぁ、ちょっと今日は回収せずに行きます。ガチで。今日はガチ回収せずに行きます。ガチで行きます。え？それ当たってないの？今のは当たったと思ってる。すまない、君の命は俺がいただいた、だから君の分まで僕は長く生きるから任せて。あ、出た、あれ話題の、あれどこで話題になってるかは分かりませんけども、下も一瞬で見えてやる。え、見てるよねこれ。え、絶対見てるよね。なぜ見てない。うわー相手も絶対ホラーだったな同じ反応してそうだった今完全に。今相手と俺の反応多分間違いなくし間違いなくシンクロしてた気がする。危ねえ危ねえ。あ、そうですそうです、あ、そうです、話ちょっと一旦戻りますと、最近ね、荒野行動マインクラフト、まあ、マイクラの方も結構僕やってまして、まあ、前回その配信、動画でも話してたと思うんですけど、僕今どれぐらいやってるかっていうと、そのマイクラの別チャンネルの方も今年10万人目標で今頑張ってて、で毎日ね、動画投稿と配信をしてるんですよ。ってなった時に、ちょっと1月2月はね、ちょっと新体制すぎて、まあ、マイクラどういう風にしたらいいんだろうとかって考えたりしてたら、あんまりね、
そう、荒野行動の方ができなくて、そう、マジでそこが申し訳ない。で、結構2月とか全然と配信できなくてさ。うん。そう、ね。そう、配信があんまりできなくて、ちょっとそれはなんか本当に申し訳なかったな、個人的には。なんで、ちょっと、今月は割と多くしていきたいなっていうところがあって、あ、3月、あ、もう4月か、え、早っ、もうそんな経ってたのか、時は。早いね、もうみんな新生活でしょ、今。大丈夫、学校とかさ、職場とか、新しい職場とか多分始まってると思うけど、大丈夫、最初のね、1、2ヶ月が結構大事なところって言われてて、いや、3ヶ月だっけ、3ヶ月続けることができれば多分大体みんな慣れてきて馴染んで、そう、もう普通に通えるようになるんで、ちょっとね、最初だけが結構多分大変だと思うんでね、皆さん、新成人、新社会人、新学生の方たちね、皆さん、最初が踏ん張り時なんで頑張ってください。最初だけなんでね。なんで俺もそんな感じで、まあちょっとマイクラの方がね、結構慣れてなくて、やっと慣れたんで、今月は割と配信していきたいんだけど、なんか企画ある？いや、もうなんかピーク戦とかもさ、何をやろうかなってすごい迷ってて、まあ、まあ、いや、でも俺坊主になりたくないしさ、眉毛も剃りたくないし、100万円もプレゼント企画したくないからさ、いや、まあでもさ、やっぱ罰ゲームありなんかして、ひりついてる感じがいいんだろうね、きっと。そういう罰ゲームありもやりたいんだけど、さすがにそこまで、じゃあ俺は背負えるかどうかって言われたら、ちょっと結構ね、ちょっとね、あれはね、背負いすぎ。マジで。あれあれ、もう背負いすぎよ。ごめんなさい。ちょっと SR で見せっぽをしたかったんですけど、ちょっと AR で保険をかけてしまいました。何かね、やれる企画が欲しいっすね。もうなんか、荒野行動さ、それこそなんか、リスナーさんに結構、たまに最近は言われるんですけど、マイクラありすぎてて、あんま荒野行動の配信してないです。なんかちょっと悲しいですとか、荒野行動飽きちゃったんですかっていうコメントがね、たくさん来てて、ないない、そんなね、まあね、飽きました。ちょっとダメなんで、冗談でも、飽きたって口にするのはちょっとあんま良くないような気がするんで、ちょっとそこは撤回させていただきます。いや、当たんないか。当たんないか。それで言うとね、荒野行動はめっちゃ好きなんですけど、マジでやれる時間があんまりなかったってのと、そう、マイクラがね、不慣れだったから。と、あとは、なんかね、俺ね、荒野をするのは好きなんですよ。シンプルに。荒野をするのは、待って、いるわ。そう、荒野をするのは好きなんですけど、そのね、企画を考えるってなると結構難しいところで、企画が用意されてて、ただそれをやるだけだったりとかだったら、全然いいんだけど、あ、ここから撃てんか、俺。もうちょっと近いところから撃たれた気がするんだけど、はい、どう？いや、発射レート早くね？ AK ってこんな早かったっけ？発射レート。なんか7人でさ、なんか早くなったからさ、マジで時一瞬だと思うんだけど。見ててね、いくよ。いやー、あいつが顔出さない、あいつが悪い。これがじゃ僕は悪いから、ね、顔出せない、あいつが悪い。ほんまにか。おー、なんかスーパーヒーロー。おい、スーパーヒーロー来たんやけど。スーパーヒーローいるって。仮面ライダーみたいに颯爽に現れて、お前でも食らってるかな、何してるの。あ、オッケー。あれ1枚だけだった。すまん、じゃあこれいただいていくわ。わー、あいつパンクさせてったんだけど、マジ最低。いや、あいつマジうまいな、隠れんのが。あいつ隠れんのうまいっすね。いやー、俺 AK 使いたいんだけどな、個人的には。あいつ飛び出させるか。くらえ、この神グレを。さあ、慌てふためけ。いや、ちょっとこのグレは強すぎた。よし、
センキュー。いやー、車一番きついなー、正味。左いる。これさ、AK 系の武器だったの確か。見せた。あ、オッケー。大事。いやー、これ、左、撃たれてる。左やるかー。やるしかない。逃げられない戦いがまさか、これ、これ。やばい、負ける。あっ、ここいる？あそこいる感じね。先ぐれ。やばいやばいやばい。いや、一旦逃げよう。ここ逃げれる。多分この距離だったら逃げれる。やばい。やめてください。おえぐい、えぐいの来てるって。いや、バレてそう。いや。なんかめっちゃ強そうなやつおった。強キャラっぽいやつおったって今。やばい。いや、ガチそれやりきりたいな。あら、ナイス。いや、完全に強キャラおった今。車ないよね。あいつ自分で壊してたよね、車多分。あ、なんか奥からまた人来てるぞ。いや、奥やったせいで手前にバレてしまったという。手前なんか行ってたな。こっち回ってたな。いいね。まあ、行くしかないから行くか。それそうか。だがしかし、それが君を死へと誘うのだよ。逃げましょう。え、でも戦ってきた感じ全員プレイヤーだったと思うけどな。いや、これはでかいよ、マジで。これはありがたいよ。あ、挑んできた。やば、やばすぎ。マジか、ごめんなさい、負けたかも。あ、勝った。今のは正直負けたと思いました。勝ってた自分がよくわかりません。ちょっと理由がよくわかっておりませんと。入ろう。いや、これ持ってきたい。これ持ってきたいけど。しょ、投げるのうまいね。いや、持ってけんか。それ持ってけんか、俺。これは持ってける。オッケー。ん？撃たれてね。撃たれてるくね？俺。大丈夫？いや、伏せてたよね。いやー、よく見切った、今のは、マジで。いや、今、伏せてると思ったもん、俺も。みんなも待ってるわ。いや、一発も当たらない。まあ、そんなこともある。これ、上取った方が強いかな。どこまで上取るのかな。逆に。あ、ここ取れるのか。ここにいなかった。え、痛い！やばすぎ。やばすぎ。これ投げてくるね。そりゃ、それ、ね、どこ？あ、そこか。えぐいな。いや、うんま！うわ、うんま！いやー、悔しいな。普通に今の相手うまかったわ。いや、あのキル速は速すぎる。いや、うまかった。いやー、悔しい、ガチで。いやってことで、まあ引き続きまた明日からね、面白い動画たくさん出していくんでね、皆さんぜひよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さんまた、バイチャン。